MC の小島まこです。皆さんはもちろん見ましたよね。そうです、UEFA チャンピオンズリーグの決勝戦が先日ね行われました。私はですね、前回の放送でアトレティコのプレッシングをね結構押していきたいですって話してたんですけど、まあそんな話なんかも今日はゲストコメントの方と共に話していきたいなと思います。それでは今週も F ちゃん TV 始まります。エスタン TV ではここからはゲストコメンテーターの方とともにお送りしていきます。今回のコメンテーターはこの方、お笑いコンビバンビーノの石山大輔さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくバンビーノの石山です。よろしくお願いします。いや、ありがとうございます。石山さんといえば、はい、このねダンソン、あ、出たピーザキーですね。そのね、わかりますか、ヒョウ柄じゃなくても、はい、僕ってわかりますか。わかり、はい、わかります。わかります。一応あのねこのアントラーズの帽子ではい、はい、まあ、この鹿をね、まあちょっとまあダンソンの代わりというか、まあちょっとニーブラする感じで、ね、お先行ってください。お願いします、ね、はい。でもですね、うん、まあ、そんな石山さんですが、はい、サッカーでブラジル留学の経験があると。そうなんですよ、ブラジル行ってたんですよ。じゃあもう、はい、もうめちゃめちゃサッカーやってまして、わー、もうこの番組出ること夢でしたから。本当ですか。今日もだいぶモチベーション整えてます。左足から入りましたから、このかなり弦を担いできてます。スタジアムと同じだと思って入ってきてますから。ありがとうございますありがとうございます。ありがたいです。大丈夫ですか、絡みにくくないですか。今のところ。そんなことないです。あ、今のところ大丈夫ですか、はい、結構探り探り僕言ってるんですけどやっぱあとちょっとね、画面で見たら分かんないかもしれないですけど、はい、ちょっとシャツがピチピチすぎて息しにくいですねちょっとピチピチすぎるんで、はい、あとちょっと小島子ちゃんに近づいたらマネージャーの目がギラリと光るんで、ちょっと開けながらね距離を。ごめんなさい、ね、心は寄っていきましょう。あ、本当ですか、さすがお上手で、はい、ちなみに、うん、お好きなリーグやチームはあります、はい、まあでも、まあね、もうキャップが物語ってますから。そうですよね、しか見えます、はい、やっぱここからダンソンが浮かんだと言っても過言じゃないですからそうですよ、それは。いや本当に最初ニーブラじゃなかったですから、やっぱアントラーって言ってたんですよ、はい、それぐらいのね、うん、それぐらいのモチベーションで作ったよっていうこと。そうなんですね、うん、いやいや、ほんとほんと鹿島アントラーズが好きなんですよ。そうですよ、ね、はい、僕はやっぱジーコが好きですから。あ、そうなんですか、ね、はい、やっぱりジーコがね好きで。わかりましたわかりました、わかりました、出ましたさあ、ここからは何ですか、行きますか。あるんですか、はい、ではですね、週末に行われた J1 ファーストステージ第14節からフットボールチャンネル編集部が選んだベスト11を見ていきます。行きましょう。ででん、お、こちらです、出ました。どうですか、今回はですね、うん、横浜 F マリノスの中村俊輔選手が今季4度目の選出となっています。これはすごいですよ。4度目って結構ですよね。中村俊輔もう37歳らしいですよ。私もびっくりしました。びっくりしたでしょ、はい、あのね、老けないですね、顔がね。そうなんですよ、変わらないし、うん、変わらないですよね。好き、中村俊輔選手は。はい、フリーキックとかすごいですよね。あ、パーンって飛んで、ポーンって出た、関西のおばちゃんちゃうやからパーンってきて、ポーンって俊輔選手が出して、うん、岡田選手が当てに行ってっていうのが今回も結構見れて、すごいよ、すごいね。え、まあカズとかね、三浦和也選手が注目されてますけど、うん、37で前線でまだベスト11入って、うんうんうん、これ MVP はすごいですよ。さすがと言ってもいいぐらいですね、はい、ではですね、この中から視聴者の皆さんの投票によって選出された MVP を発表したいと思います。ここでの MVP いきます。はい、 J1 ファーストステージ第14節 MVP は、うん、でる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 ボン、鹿島アントラーズの柴崎岳選手です。岳ちゃん、岳ちゃん、ありがとうございます。鹿島アントラーズのそうですよ、取りましたか。おめでとうございます。いやー、はい、クレバーな選手が取りました。さすがですね、今話題です。ほう、
はい、柴崎選手はですね、うん、前半アディショナルタイムに土井選手の先制ゴールをアシストすると、はい、51分には自らゴールを決めて1ゴール1アシストの活躍で、うん、チームの勝ち点3獲得にしたということで選ばれました。大体得点に絡んできますからね、柴崎選手は。で、あのアシストのイメージすごいあるんですけど、ちゃんと点が取れるんですよ、大事な時にね。それは今までこうボランチとか真ん中のポジションやってる人にはちょっとなかったようなところがありますから、これは期待出ますね。これは日本のね、宝でございます。すごい、あの急に、はい、急にぽくなりました、まあ、一応お仕事ですからいや急にぽくなったね、すごい、さすがです、はい、では、はいはい、柴崎選手の今後の活躍にも期待しましょう。期待しよう。それでは J1 ファーストステージ第14節 MVP 発表でした。 FCTV 続いてはワールドサッカートピックよっ出ました、名MC、 名MC やめてくださいよ、本当によしか書いてないですよ。いやいや、なんですかその僕は台本人間ですみたいなやめてよそういうイメージ俺は台本しか喋ったらあかんの、じゃあそんなことないやろ、はい、ありがとうございます、ありがとうございますさあ石山さん、何でしょう。石山さんは29日の日曜日の早朝何をされていましたか。早朝ですか、はい、もちろんチャンピオンズリーグ決勝見てました。チャンピオンズリーグね、そうなんです、はい、やっぱ寝ちゃったんだね。世界中が、ね、注目する一戦、ウェファチャンピオンズリーグの決勝が行われました。やったね。では早速ですが試合の方を振り返っていきたいと思います、うん、まずですね、決勝に進出したのは共にスペインのレアルマドリーとアトレティコマドリー、うん、同じ国の同じ町にあるライバル同士という関係だったんですね、うん、因縁やね、これよくあるからね、AC ミランとインテルとかね、バッチバチしてましたよね。そうだから、もうサポーター同士も戦いやからね、これはだいぶ違う試合になるよ。さてまず先制したのはレアルマドリーでした、うん、前半15分にトニクロースのフリーキックをガレスベイルが頭で流すとゴール前でセルヒオラモスが押し込んで 1-0 ただですね、このゴールは実はオフサイドなんじゃないかなという話も出てたり、ね、そうちょっと疑惑のね、これ毎回こういうなんか大事な試合っていうのはね、疑惑ってるんですよ。ありますよね、よくあるやつです。これはもう本当分かりにくいんですよね、オフサイド、ね、半歩出たのか結局ね、ラインズマンのさじ加減、野球でいうコリジョンルールみたいなね、どっちみたいなね、うん、どういうルールこれっていうのがオフサイドも分かりにくいからな。確かに。でもゲームみたいな点の入り方やったな。そうですね、あんな頭でうまくずらせることないけど、さすがですね、さすが世界って感じでした。世界って感じねまあそうですね世界って感じよ。そうですよね、うん、とはいえですね、そのまま試合はマドリーが先制しまして、うん、重要な1点が決まったわけですが、うん、アトレティコも後半開始に 4-4-2 から 4-1-4-1 に変更してからは流れをつかんで、79分には途中出場のカラスコ選手が同点ゴールをパシンと、そんなとこまでもう言えるようになってるんですか 4-1-4-1 とか、あれ腹立つな442とかも分かってる、ちゃんとフォーメーション、そんな知識ついてんのもサッカーのよ、はい、ついてんの、はい、フォーメーションやずややずやとかじゃないで、4141違いますよ、言うとくけどフォーメーションの話やで、これ今フォーメーションですよ、分かって言ってる4141とか、はい、ちょっと侮ってましたね正直。こんなできるちょっと女性の方でなかなかフォーメーションのことを言うっていうのは本当感服いたしました、本当にありがとうございます、はい、ただですね、大きかったのは、はい、後半開始早々の PK がそうありましたね。そう、ああいうとこで決めとかんとな、あっこで決めた流れ変わってたな。そうですよね。いや、やっぱり、まあ、PK まだ見てたのよ、はい、あ、はいはい、見てたの、1分やから、あれ後半1分やから、あのね、力入ってたな、ちょっと強く打っちゃってんな多分な、でもあそこあのポストっていうんですか、うん、バーね、バー、うん、に当たる、あ、当たるどうした、どうした、当たった時の感情って言ったらもう、うん、いやだからせめて自分のとこに帰ってきてくれとか思うよな、味方のとこに、そのバーンって跳ね返って押し込めるやつも結構あるのよ、それがさ、シュートが強いもんやから、はい、バーンって跳ねちゃう、そう跳ねちゃうと
ちょっと打ちにくいんだよね。だからシュート打つ前に周りの人は詰めようと、点決めようと思って走り出してるから、多く帰っちゃうともう、うわって、そうそうなっちゃうのよ。惜しかったね、あれ入れてたら、もしかしたらアトレティコが勝ってたかもしれない。そうですよね。ね、もうあれやろ、アトレティコファンやったわけやろ、アトレティコ応援やったわけやろ。応援してました、ね。でも寝てたんだ。はい。畜生。畜生眠気。でもちゃんと次の日に、うん、もうパパとあの真っ昼間とかにちゃんと見ました。見た、ちゃんと、はい、見直しました。もういやー PK はな、さらにちょっと悔しくなって、悔しいねあれね。さあそしてですね、1-1のまま延長でも決着がつかず、うん、結局 PK 戦でマドリーは全選手が決めたのに対して、うん、あとリスクは4人目のフアンフラン選手がですね失敗してしまいました。失敗したね。石山さんは選手でもあったわけじゃないですか、はいはい、うん、やっぱその PK の緊張感というか、いやそうよ、あれね、プレッシャーっていうのはあります。やっぱり一番は PK スポットに歩いていくまでが緊張するんだよ。だって観衆は湧くわけやん、はいはいはい、俺もあるけど大事なところで PK 蹴る、やっぱりみんなが決めていくとどんどん自分の番が来るわけやん。で例えば相手チームが外したらさ、次決めたら有利になんねんけど、もう行ってる間にもうこの例えばボール置く場所とかも、はいはい、あれ普段もうちょっと左に置いてたかなとかなってまうの。やっぱ緊張してな。そうですよね。そうだって、もう他の国とかやったらそれでね脅迫状来たりとかする。そうですよね。それでそれが PK や。ああ、ではですね、この試合の結果、うん、年末のクラブワールドカップにはレアルマドリーが出場します。来るぞ。そうですよ。ということはクリスティアーノ・ロナウドやレアス・ベイルといった選手たちが日本にやってきます。来たー。これは見たいです、ね、みんな見に行くやろな、ね、ぜひ見たいですよね。いや見たい、生で見たいですね。生でほんまに海外の選手見たことないやろ。ないんです。いや本当俺間近で横でガーナ人とかと試合したことあるけど、めっちゃでかいし、あのコーナーキックの時にあの呪文とか唱えたりするからな。俺一回呪文唱えられたから後ろで。あれなんか聞こえるな。マークされた時あれみたいな、後ろでガーナ人がモグ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 って言ってる。ガーナ語なんかなと思ったけど、よう考えたら呪文かな。だからプレッシャーが2倍ってこと。これぞエスカレータープレッシング。言葉を知らないから聞けよエスカレータープレッシング。やっと使ったやないか今。使いましたやん、こじちゃん。こじちゃんのやつ使いました今。初めて呼ばれました、こじちゃん。いやでもそうよ。だから外、ね、海外の人はどんどんね、嘘やろっていうぐらい足速かったりするし、あ、大きいし、そう手もすごい長いしね。あ、生で見たら全然違う。だから怖いかも、生で見たら。実はあのバーンって当たるから。だって、うん、あのそう、この決勝の試合も見てたんですけど、うん、ぶつかり方が異様ですよね。いやそうよ、気失っちゃうからね。思いました、日本より強い、うん、そうもう本当ね、そうしないと止めれないぐらい早いから。うん、そうだから一回あのブラジル行った時にね、昔あのアドリアーノっていうめっちゃ左利きのすごい189センチ の、 あのフォワードの人いたんですよ。その人がね、あの足がね 50m5 秒8ぐらいで走るのね。でも前から189センチのやつが5秒8で走ってくるじゃん。もうそれはね軽トラなんよほとんど。わかる？もうこう来てこじちゃんにバーンって当たったら、こじちゃんもドーンって飛ぶ。わかる？エスカレータープレッシングとか一切効かへんよそこは。それぐらいの世界のレベルやから、ぜひね生で皆さんもね、はい、ぜひぜひ、見に行ってみてください。一緒に観戦しましょう、F ちゃん TV。 さあ石山さん、エンディングのお時間です。いや楽しかったですね。私もとっても楽しかったけど、もうまんま読んでるじゃないですか。読んでないよ、これ言わなければわからないじゃないこれは。いや楽しかったですね。いや楽しかった。こんなサッカーのことに関してあの喋れると思ってなかったんで。本当ですか？はい、しかもなんかあのね、女性の方とサッカーの話することなかなかないですから。いや、はい、本当貴重な体験ありがとうございました。ぜひ必ず来てくださいね。本当ですか、はい、今のしっかり撮っといてくださいね。はい、まあ、ちょっとおっさんが無理をした感じありました。いや、そんなことない。すみません。はい、チャンピオンズリーグの決勝も終わりですね。はい、ヨーロッパのリーグはここからオフシーズンになりますが、はい、その前に代表戦がまだ
あるの？ありますよ、うん、日本代表もキリンカップが6月3日と7日にまだまだキリンカップがあるんだ、はい、これは楽しみですね。そしてですね、うん、石山さんのサッカーにまつわるエピソードなどをお聞きしたインタビューがフットボールチャンネルの記事として配信されますので、そこはもうだいぶ濃い話してますから。あ、本当ですか？聞いたら驚くことばっかりよ。あ、一人でお話してるんですもんね。一人でお話してます。寂しいです。はいいいよ、すいません、今日はもう踊らされっぱなしで、すいません。皆さんそちらもぜひチェックお願いします。はい、はい、ぜひまた遊びに来てください、はい、今日はありがとうございました、はい、また来週。また来週、手打ってるよ、ゴンって